はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単なことなので、ぜひよろしくお願いします。はい、僕は先日の動画でですね、脳の記憶というのは時間が経って頭の中からすっかり忘れ去られてしまいますとお話をして、その後またはっきりと人間なんてもんは時間が経つと忘れてしまう生き物ですと言いました。最近の自分の動画を見返しますとですね、食べれるようになったよとお話ししている動画が連続していると気がつきました。そこで僕は思い出したことがありました。それは何かと言いますと、免疫抑制剤を飲む分量が増えていたことなんです。忘れたんですよね。ほんの1週間前に病院にいた時の出来事を忘れてたんですよ。これはどういうことかと言いますと、免疫抑制剤を飲む分量が増えたことによって、僕の体の中で起こっている GVHD が抑えられてるんですよね。なので、自分の頭の中でね、食べれていると思ってることで、現在のこの粘膜障害、体の中で起こってる粘膜障害が治ってきたと思い込んでいたようです。僕が免疫抑制剤の飲む分量が増えた理由としましては、以前の動画でお伝えしました通り、血液検査にて肝臓を中心に数値が異常値に達してしまっていましたというのが理由でございます。なので、今はきっと夢の中なんでしょうね。でもこの口の中のただれに関してはですね、免疫抑制剤が増える前から比べると痛みはもう激減してるんですよ、本当に。だから口の中は元気なんですよ。しかしですね、食事を飲み込む喉越しは免疫抑制剤を飲む分量が増えたことによって確実に痛みがマシになっていますので、それに関しては免疫抑制剤のおかげですとは思ってます。この免疫抑制剤の分量がまた徐々に減ってきた頃には、また粘膜障害が爆発しそうな気がしてます、怖いですね。今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。